皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回この学校わかりますか？ハイスクール鬼面組の舞台真っ最中です。今日が初日なんですけれども、これから本番さながらのゲネプロという本番前の最後の通し稽古があります。で今回は、最近も本当この舞台の稽古ばっかりしてたので、この舞台のビログ舞台裏簡単にご紹介していきたいと思います。よかったら見てってください。スマホじゃなくてリアルなカメラです。眉毛がなーい。眉毛がないの。いい感じ。こうして怒り部屋ができていくわけですね。結構お願いします。はい、いいです。ありがとうございます。誰先生このギャップ感がいいね。でもちょっとスケバンっぽくないですか？ぽい。これで出よう。もうどうしたゆいちゃん、どうした？イケメンと評判のゆいちゃんね。それ動画ですか？もしや。それ何？そんなシーンあった？ないない。メンジュかわいいね。かわいいね。メンジュかわいい。みんなかわいいね。かわいいね。あにちゃん、かわいいよねって誰かと。うん、みこちゃん。どうしたんですか？それは写真ですか？ムービーですか？うん、何もしてないで。なあ、恥ずかしいです。恥ずかしい。写真とかすごい苦手なの。写真が苦手なの。はにゃ、苦手な。みこちゃん写してあげるじゃん。ミテツ笑い方に特徴があります。レアじゃん、逆に優しい。でも今いるメンバーでも撮りたい。撮りたい。写真を撮りたい。撮ろう。でも絶対。あ、何これ、もしかしてスノーって県外だと使えない感じ？え、そんなあれのことない？あ、スカイプだった、ごめん。スカイプ。そうでしょ。似てるけど、似てるけど、確かに。誰と国際電話する？ね、国際電話する？一回。うん。待って。ねえ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 、みやこちゃん、みやこちゃん、よし。もう撮ってるんだけどね。撮ろう撮ろう。やっほー、撮る撮ろう。あ、撮ってるよ。撮ってるの。撮る。映ってる。撮れた。上手。上手に撮れました。あれ、ゆいちゃん撮ったのに。ゆいちゃんも撮った。ゆいちゃん。これ動画です。これ動画です。え？動画。残念、動画。トークがすごい下手でした。ありがとうございました。飛んじゃったね。あー、もうわかんないって言ってたね。わかんないって言ってたね。はい、お花がいっぱいです。すごいすごいすごい。わあ、グッズがいっぱい。あ、ソールドアウトになってますね。ね、リアルに T シャツ欲しい。これ光るんですよ、アンリさん。これここ光るの。ここ、こんな感じでね。これから最後だよ。さよなら、アンリさん。また、うん、次、あ、じゃあ、トトロの森とか一緒に行きましょうね。ジブリね。ジブリ？トトロの森はないんですか？ジブリじゃなくて、トロ？出てない。
全然しゃくれますよ、これしゃくれますよ、しゃくれますよ。アンリさん、今日の具合はどうですか？元気、昨晩声ちっちゃ、ちっちゃって大きい声だね、声ちっちゃ、こっちですよ。ですか？何ニコソング？何そのニコソング？二人でちょっとあ、そうね、煽っててください。よし、やっとカツラ取れますよ。はい。よかったですね。うん。くっせーよ。カツラ取ったときめっちゃくっせーな。お昼ご飯にね、お弁当が出るから納豆は食べたくなっちゃったんでね。楽屋がね。ちゃんとその時の口の匂い嗅がせましたもんね。ね、川端くん。ね。ね、ああ動画会。今練習中です。いいね、舞台裏私も撮りたい。素敵。この背中、みんなの背中。小学生、風の強い自転車、海です。頑張ってるよ、頑張ってるよ。 NF に細め、いつかも怖怖いろんな小道具があるね。青春の炎は誰も一度きりなのだから、あ、素敵、バイバイ。素敵。4日間7公演の舞台だったんですが、チケットが完売、そして当日券の販売にはたくさんのお客様が並んでいただいて、中には見ることのできなかった方もいらっしゃったようです。それだけ素敵な舞台に立たせていただけたことがとても幸せでした。感激いただいたお客様、ありがとうございました。本当に楽しくて、あっという間に稽古から本番から終わっちゃったんですけど、こんなに体力を消耗する舞台は初めてでした。また舞台やイベントなどお知らせがあるときは、この YouTube や Twitter、Instagram でお知らせいたしますので、ご都合が合えばぜひ遊びに来てくださいね。奈良岡ニコでした。